新谷プロ、はい、エータ勝ち上がりおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今の気分は。正直あんまりいい気分じゃないですね。どうしてですか、勝ってないですか。結果は勝ったんですけど、ちょっとみんなに見てもらうには全然いいマージャン打ててなかったなと思って、もちろん勝ち上がったことはとても嬉しいんですけれども、決勝ではこの休憩時間を生かして気持ちをリセットして全力で頑張りたいと思います。なんか最初の事前インタビューでも面白い麻雀打ちたいというか面白がらせたいって言ってましたもんね。それができなかったってことですか。面白がらせたいわけじゃないですけどね。でも攻めないとっていうか。そうですね、攻める気持ちはもういつも心に必ず残しておきたいっていうのはありますね。じゃないと、やっぱりインタビューでも言わせていただきましたけど、絶対見てる方がつまんないんで。そこですよね、はい、やっぱそこを意識してるんですよね、はい。見てる方はだから新谷さんすごい参加率は高かったなと思います。そうですね、ほとんど参加してた気がしますね。ですよね、はい、なんか良かったんじゃないですか。それは見てて楽しかったですよ。言葉通りには参加できてたんで、自分の参加率 75% の心情は貫けてましたね。確かに。ただ7万宝珠はもう本当5万の4枚自分から見えて、はい、2人リーチで、はい、あれ以外打つ合いないですよね。いや、自敗が、トンとチュンでしたっけ。何かありましたね。あれは チーマン打ったのは、甘えだと思うんですよ。甘えっていうのは1枚通れば次の順も絶対楽できるからっていうちょっと安易な考えで、まだ順目が早いから当然、ね、いろいろな可能性が残ってる中で、ウーマンが自分から場で4枚見えてのチーマンと自分が4枚見えてチーマンって報酬した時の打点がちょっと違うと僕は思ってるんですよ。どういうことですか。場が見えて4枚5万が出てたら、はい、出てたら馬強がいいからリーチってきてるパターンもいっぱいあると思うんですよ。でも見えてないのにそれで刺さると今回そのパターンですね、はい、手役がちょっと絡むケースが若干増えるかなとは思うんで。あ、そうですか、はい。でもリーチ打った人からしたら別に7万町いい町じゃないのに打ってることになるじゃないですか。そうですね、だから手役が何かあるんじゃないかっていう感じですね。なるほど、はい。4枚見えてたら馬強がいいから打点安くてもリーチはあると思うんですよね。なるほど。崖町で、はいはい、っていう考えで、多分もうちょっとよく考えたら自敗のどっちか打てた気がするんですよね。多分なんですけど、実際通るんですけども、はい、ただ実際に打つのは難しいんじゃないかな。実際に打つのはおそらく難しいと思います。ただもうちょっと何ですっけ、どっちかの役、酒井プロがピンズの本一してましたもんね。あ、そうですね、ピンズの本一してましたね。で、トンカチを、はい、自敗持ってる可能性が、あるんで、そっち打っちゃった方が良かったかなと思うっていうのだけ、報酬したから思ってるかもしん報酬したから思ってるからかもしれないですけどね。そっちの方がリーチには当然報酬率低いと思うんでっていうのがありました。なるほど、はい。他に気になった曲ありますか。全体的な話なんですけど、ちょびっとだけリードしてすぐ安牌持ってるのクッソダサいなと思って。あ、自分がダサかった。はい、もう自分で自分がもうダサいと思いました。まだまだそんなリード勝ちきれるわけじゃないんだから、もっと全然攻めなきゃいけないのに、そこをちょっと決勝ではちょっとアジャストしていきたいですね。アジャストってかっこいいこと言います。調整調節はい、はい、もう決勝ぜひ、はい、アジャストして頑張ってください、はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、じゃあこれで終わります、はい。